はい、本日はですねこちらノースフェイスのロン T を紹介していきたいなというふうに思います。こちらがですねつい先日動画で上げたオレンジっていうセレクトショップで買い物をした時の、購入品なんですね。でこれ一応正式名称言っておきますね、ロングスリーブスウォールボックスロンゴ T っていうふうに書いてあるんですけども、まあ、これは特にこだわって欲しかったとかっていうわけでも全然ないんですけども、まあ、ロン T ねあったら使えるかっていうことで、まあ、夫婦で着るために購入はしたんですけども、最近のノースフェイスのやつでロゴに主張多いやつ多いじゃないですか。こうドカーンとノースノースフェイスみたいなの書いてあったりとか、背中にノースフェイスとか書いてあったりとかするから、ちょっとそれ大人の方着づらいんですよねっていうことになってて、これぐらいのねこのちっちゃいぐらいがちょうど一番ありがたいんですよ。だからこれパッて見てもらったらね、まあ前はこんだけじゃないですか。で後ろのねロゴとかもう全くないんですよ。今これタグついてるけどね、もうロゴとか全くないから、これぐらいシンプルやったら使い回し効くんやけども、変にドカーンとつけられるとちょっとこれもうパジャマしか行く先ないんですよねってなってくるじゃないですか。まあ、なのでちょうどええ感じのねロゴがあったんで、まあ、こちらを購入したということになってるので、まあ、これからの春先なんかにはもうガンガン着ていこうじゃないかということで、まあ、こちらの紹介をしていくんですけども、本日の流れとしてはですね、まず形バーッと見てもらって、まあ、さっき言ったみたいにロゴとかは特にないんですけど、特に質感とかですよね。これ肌触りがめちゃくちゃいい感じになってるので、まあ、そういった質感をまず見てもらって、でその次に特徴ですよね。まあ、これは結構ノースフェイスの中では比較的お値段がお買い求め安いというか、まあまあノースフェイスの中ではちょっと安いんちゃうかなっていうような価格帯ですよという話をしていったりだとか、まあ、とは言いながらね、やっぱこういうタイプのやつって全部っていうわけじゃないんですけど、すぐよれやすいやつとよれにくいやつのこう見分け方みたいなのもあったりするので、まあ、その辺をちょっとデメリットでお話しして、最後はおすすめの人という順番で終わりたいなというふうに思います。あ、最後ねサイズも言いますけどね、まあ、そんな感じで終わりたいなというふうに思いますので、まずは外観からパッて見てもらいますか。まあ、ロン T の外観なんてね別に特にないんですけど、特に生地感をね見てもらいたいなと思うんですけど、生地感がね結構柔らかい感じの、まあ、サラサラしてるようなね生地感といいますか、分かりやすく言ったらちょうどね中間ラインといいますか、ガシガシしてるアメカジのもうゴワゴワしてる生地と、あとジムで着るようなツルッツルした化学繊維のやつのちょうど中間ぐらいの感じになってるから、こうサラサラした感じのね肌触り良さそうやなーいうような生地感が採用されてると。でそれ以外はね特にねこだわったとこなんてないんですよ。もう普通の白の生地使ってますよねいう感じで、まあ、どっちかっていうと生地感的には薄めですよね。分厚いっていう感じはもう全くないので、薄いなーっていうような感じで、まあ、下手したら白やとちょっと右側のあれが映るんちゃうかななんて、左はねロゴがあるからちょうど胸元のところにロゴがあるからええけど、ちょっと右側の方がちょっと映っちゃうんかなっていうようなね心配はあったりするんですけど、その辺が外観と。ほんでまあ特徴をまず見ていきたいなと思うんですけど、特徴が何かというと、その肌触りがめちゃくちゃいいっていうのがこれの唯一の特徴なんですけど、唯一って言っちゃったけどね特徴なんですけど、なんでそんなことになってますのいうことになってるとですね、やっぱ生地がねこの絶妙の配合になってるんですよね。で絶妙の配合って何かっていうと、例えば僕がこうやって着てるような今の T シャツって、まあ、ユニクロとかも全部そうやと思うんですけど、やっぱコットン100っていうやつが多いんですよ。でコットン100のやつどっちかっていうとザラザラしてるような触り心地になってるんですけど、これに関してはちゃんとポリもね入ってて、でポリエステルが 73% 入ってて、コットンがね 27% っていうめちゃくちゃ中途半端な数字を採用してるんですけど、多分これはねおそらく何回もテストしてるはずなんですよ。これポリ73やけど72にしてみたりとか、71にしてみたりとか、75に増やしてみたりとか、いろいろやった中で多分一番良かったのが多分73なんですよね。じゃなかったら普通70と30とかにするじゃないですか。やのに73と27にしてるところらへんが多分めちゃくちゃこう何回も試行錯誤を繰り返して多分作られてんやろうなということで、まあ、ポリエステルといえばこの僕の動画見ていただいてる方はご存知だと思うんですけど、やっぱ速乾性がありますよね。ちょっと汗とかかいたりとかしてもすぐに乾いてくれたりするし、もちろん洗濯とかもガンガン普通にできたりはするっていうところが良かったりするんですけど、まあ、そういったね生地の配合の要因で肌触りがいいと、まあ、それがこのロン T の特徴かなとは思います。で、まあ、一応その次にはこれノースフェイスってよくあるんですけど、静電気が起こらないような静電ケア設計っていうのが起こってるので、まあ、これから先春先とかやったらあんま静電気って起こらへんと思うんですよ。特に冬場がメインやと思うんですけど、まあ、一応そんなんもあったりだとか、あとさっき言ったみたいに価格ですよね。値段がまあ比較的安いということで、これがね5200円の消費税ということで、まあ、単体で見るといやいやそんな安ないやないかいと、ユニクロやったら1キュッパでありますっていうことだと思うんですけど、まあ、ノースフェイスの中で考えると5000円台でまあ買えるものって結構限られてるじゃないですか。まあやから、まあ、その辺はあれなんかなと思うんですけど、ほんならロゴ代なんかっていうことになってくるかなと思うんですけど、まあロゴ代もあるけども、まあ生地の配合とかでまあいろいろそれはかかったんだけど、その原価的にはね全然大したことないと思うんですよ。原価的にはめちゃくちゃ安いと思うけども、まあそういった企業努力があって、まあ、こうやって肌触りのいいのができてるんじゃないかなというところですよね。まあ、なのでこれもパッて見てもらったらそれ以上の情報って特にないんですよ。もう見てもらった感じのあ柔らかそうやな真っ白やな以上っていう感じになってて、それ以上の特徴って特にないんですよ。ないんですけど、このデメリットは何なのというと、これデメリットは明確にあるんですよね。これ何ですかというところになってくるんですが、実はこれリブに隠されてるんですよね。でリブっていうと何って、例えば首元とかあと袖口とかにリブって使われてたりするんですけど、このリブがね実は同じように見えて一つ一つ実は違うんですよ。で、まあ、分かりやすく言うと、ここにね同じように白 T が3つあるんですよね。で3つあったらリブの形とか縫い方とかもう一つ一つ全然違うくて、まあ、何が言いたいかというと、このロン T で使われてるリブって結構薄いんですよね。で薄いって何がいいかというと、まあ、締め付けられてる感がないんですよ。だから首とかもうさらっと切れる感じがあるけど、その分ちょっと劣化しやすかったりすぐ穴開きやすかったりもするんですよね。だからこう劣化とかがしやすいから、どうしても薄い分着心地はいいけど伸びたりしやすいし、まあ、袖口もそうですよね。ちゃんとリブ使われてるけど、こうまくったりとかしてこうやって使ってるとするじゃないですか。ほんなら結構しっかりした生地使ってくれてたら、こうやってまくっててもビュッて下ろしたらちゃんと戻ってくれるんですけど、これぐらい薄いリブ使ってるとちょっとねこうまくって戻すと、このビヨーンって伸びた状態になる可能性があるなというふうに思うので、例えば分かりやすいところで言ったら、他のね白 T とかやったらねリブもねリブ専用で作ってる白 T もあれば、この生地をリブにしてるところもあるんですよ。例えばこの T シャツなんかまさにそれで、生地をそのままリブにして折り返してるだけやから、これなんかめちゃくちゃ伸びやすいやろうなと思うし、でねこの次のタイプとかやったらリブ専用で作ってるんですけど、その代わりリブがちょっと分厚すぎるんですよね。だからちょっと首が苦しいやろうななんて思ったりするし、でこの白 T やったらね縫製はめちゃくちゃしっかりしてるんやけども、リブ自体の生地がちょっとこれは伸びやすい生地やなとかっていう風に、こう同じ白 T でもリブが若干違うだけで見え方ももちろん変わるし、その耐久性とかも全然変わってくるんですよね。でそれ考えると、これはかなりちょっと耐久性はあんま期待せん方がいいというか、まあ、着心地をメインに考えた方がいいと思いますので、まあ、劣化してくるんちゃうかなという風に思います。だからほんまやったら白買わん方がいいと思います。白買っちゃってますけどね、多分汚れも結構目立つし伸びやすかったりするし、まあその辺なんかはよう見てはる人からしたら多分気づくとこやと思うんですけど、まあ、デメリットになってくるんじゃないかなと思います。まあ、ちなみに僕もですね、余談になるんですけども、このいうリブとかもこだわったような T シャツっていうのを現在今作成中になっておりますので、まあ、皆さん楽しみにしといていただければなというふうには思うんですけども、まあ、できるだけねこうやって長く着れる方が良かったりするんかなとかって思ったりするので、まあ、この辺はデメリットちゃうかなというふうには思うんですが、次じゃあおすすめの人、どんな人におすすめなんかっていうと、ユニクロに置いてるロン T っていうのはやっぱり US コットンみたいなこうガシガシした感じでね、洗えば洗うだけ硬くなってくるっていうのがあって、多分なんとなく分かると思います。あ、確かに分かるみたいな、こう洗濯ずっと繰り返してたらなんかパリッとしたこう硬さがあるよなっていう風に思うと思うんですけど、こういう T シャツってね、まあ、やっぱポリが多く含まれてるっていうのもそうで、どっちかってしなやかで体のラインをこう綺麗に拾ってくれるんですよね。まあ、なのでこう洗濯とかも全然ガンガンできるし、使ってもガシガシはせえへんけども、やっぱりちょっと熱に弱かったりだとか、あとはやっぱりこのリブとかは特に耐久性がねちょっと低かったりする部分が採用されてるので、おすすめの人というと、まあ、できる限りちょっと柔らかい生地感がいいねんなとか、あんまちょっとガシガシしてるの苦手なんやなっていう方なんかにはこのロン T はいいんちゃうかなと思うんですけど、他のノースフェイスのロン T とかが全部そうっていうわけじゃなくて、このタイプはそうなんですけど、他のタイプとかやったらどっちかってガシガシした生地を採用してるやつもあったりするんですよね。だからまあその辺は個人の好き好きで選べばいいとは思うんですけど、僕も前ねこれの黒みたいなやつ買ったことあるんですけど、それも同じようにポリが入ってて、どっちかって柔らかい着心地になってるので、まあ、こういうの何がいいって、洗濯ガンガンしててもやっぱり着心地がいいから、どうしても出来上がったりしたら次何着ようかなと思ったら、そういう柔らかいのをパテ取りに行くんですよね。でどうしても硬いのってこう敬遠しがちになっちゃうというか、ちょっとこう着心地が悪いわけじゃないねんけども、ちょっとガシガシしてるからやっぱ柔らかい方がいいなみたいな感じで、ついつい柔らかいのが取っちゃうということなんで、まああればね結構使えるんちゃうかなというふうには思います。ということで最後はねサイズ感に行きたいなと思うんですけど、サイズはねこれ L サイズを購入してますが、まあ、僕が着るのもそうなんですけど、嫁も着たいっていうことなんで、まあほんまやったら僕やったら XL 買いたいなっていうのはあるんですけど、まあ、嫁も着るんやったらちょうど L でいいんちゃうかなということで L サイズを購入しております。ということで最後はね嫁着てるバージョン、僕着てるバージョンでお別れしていきたいなというふうに思いますので、本日はノースフェイスのロングスリーブスモールボックスロゴ T を紹介してみたという動画になってます。また別動画でお会いしましょう。ありがとうございました。